園芸好きの皆さん、おはようございます。園芸大好き看護師どんちゃんです。今ね、朝6時になりました。朝日がね、顔をちょっと照らしてきましたね。気持ちいいですね。いやー、ちょっと朝早すぎてね、声がまだ出てませんけど、今日はね、また一つ、まあ、夏といえばね、これ間違いないでしょう。僕もね、何回も育ってきました。そのね、相棒がこちらです。あ、トマトですね。これね、ちびっこ大好きトマトイエロー、ね、これ僕の大好きなね、平田のアセリーさんの苗ですね。いやー、これめっちゃ甘いらしいんですよ。黄色くて、ね、でずーっとなるらしい、秋まで、ね、で僕ね、ミニトマト去年も一昨年も植えたんですよね、庭で。それがね、一応ね、脇芽とかいろいろ管理して、まあ、様子見てたんですけどね、台風でね、一回倒れたんですよ。台風で倒れて、その後ちょっと管理がね、できなくて、もうなんかジャングルみたいになって、大変な思いをしました。ね、で地植えをしてたんですよ。ジャングルになっちゃって、もうトマトはね、育てないって去年覚悟したんですけどね、もう買っちゃいましたね。やっぱ苗が出るとね、買っちゃいますよね。いやー、ほら、もうね、一番花がついてますね。可愛いですね。ね、やっぱね、家にね、まあミニトマトがなってるだけでね、心がやっぱね、豊かになるんですよね。え、ちょっと夜ご飯でね、彩り欲しい時、ミニトマトをね、3個ぐらいちぎっておくだけ。これでね、バチッと色味がね、決まるじゃないですか。なのでね、このミニトマトの苗も、まあ、ちょっとね、子供たちと一緒に植えたら楽しいんじゃないかなと思ってね。朝日が眩しいね。めちゃくちゃ顔照らされてますね。このね、ミニトマトの成長もね、こう皆さんと共有してこう見ていったらね、楽しいでしょうね。やっぱね、家でね、育てられない方もいると思うんですよ、環境とかね。どんちゃんと一緒にね、育てて収穫して、まあ食べてね、まあ、一緒に、まあどんチャンネルのね、中でガーデニング気分を味わってもらえたら嬉しいです、ね。それではね、早速このちびっこ大好きトマトイエロー、ね、植えていきたいと思います。はい、植えます。何を植えますか？トマトを植えます。まずは何を入れる？砂？はい、土に入れてください。土を入れるんだ。まず砂を入れます。あれ、楽しい？楽しいです。こぼさないように入れてくださいね。あ、こぼした。やっちゃったね、うん、隙間があるけんこぼれちゃう。あ、そうでしょうか。土を入れた後にどうするんですか？これはトマトを植えるだけです。え、めっちゃ簡単や。よし、おい、あれ、ちょっと土は培養土に赤玉土を混ぜて元肥を入れてます。あのね、こうやってよし、どんどん砂入れるぞ。どんどん入れてください。なんでこっちせんといかんの？
ビニールのところトマトスープ緑の方に植えるからね。なんでもうトマトできたのに緑のトマト、ね、これがいっぱいできるんだよ。なんで赤くなったらね、大きくなるの。そう、赤い大きくなったら赤くなる。なんだ、赤くなったら大きくなる、大きくなったら赤くなる。入れていきます。出して、ちょっとこっち来て、こっち、もうちょっと入れようか。あ、まだ、あ、いいじゃん、置いてからいい、はい、はい、はい、よし、入れるぞ。入れる、入れる、うん、まあ、いいね。あ、鼻に曲がっていく、入れるか。それ何の土？バイオドタ赤玉土、うん、足りんくない？もしれん、今で植えるんですか？植えましょうかね。ちょっと少し、あともうちょっと、ここ、オッケー、オッケー、よし、えい、できました。ちょっと映っとらんと、なんで、ここにして、ここ、できました、できましたできましたやった。お水あげましょう。お水ここに出します。す、はい、完成でーす。シュッシュがつく、シュッんじゃない。でこれをね、子供たちと一緒に育っていきたいと思います。あわ、楽しみにしておいてください。じゃん。